今日の講義を始めていきます。前回利潤率って何やいなという利潤率の概念についてお話をしておりました。で、それで、まあ実際に今日その利潤率というものの定式化をですね、実際のモデルを使ってやっていきたいと思うわけなんですけれども、まあその時に、まあまずは一番簡単なケースに関して考えましょうということで、今日は利潤率の定式化をまずやるんですが、まずですね、沖潮蓄積量の二部門モデル、まあ一番簡単なケースとしてですね、やってみたいと思います。沖潮蓄積量二部門モデルってどんなんやったかっていうと、生産手段と消費財、世の中にこの二財だけが存在しますよと。で、そして労働は一種類ですと、いうことですね。で、生産手段というのは生産すると同時に全部消耗しますというような過程を置いた、まあ最も単純化された世の中、まあそういうSF の世界を想定しましょうと、いうことなんですね。で、そこでは第一部門ですね、第一部門が生産手段の生産部門、第二部門が消費財の生産部門です。その他労働がありますということですね。生産手段部門で1単位生産しますと。で、この1単位生産するためには生産手段自身が A1 投入する必要がありますよと。で、労働を Tau1 投入する必要がありますよと。で、消費財部門で1単位生産すると。そのためには、生産手段を A に投入する必要がある。そして労働を Tau に投入しますと。まあ資本主義っていうことであれば、労働者は資本家のもとに働きに行くわけでありまして、でそれで賃金をもらうということですね。で労働を1単位提供しますと。というふうになりますと、その見返りに賃金がもらえて、その賃金で、消費財をラージ R、買うことができますよと。で実質賃金率ラージ R ということですね。こういうモデルでした。で、このモデルにおいて利潤率はどのように定式化されるか、いうことを考えていきたいということです。これが、まあ、一応、生産に比例して、この投入も、増えていくという想定をしているので、で、生産が第一部門ね、生産手段部門の生産量が、X1 という生産を行ったならば、これも、こっちに X1 掛け算されるということですね。こっちに X1 掛け算される。消費財で生産される生産量が X2 という生産が行われるならば、これも A2 のところに X2 が掛け算されると、 Tau2 のところに X2 が掛け算されると、こういうことになるわけです。利潤率っていうのは、まあ R で書いておきましたけども、投下資本分の投下資本分の、利潤だと。いうことでしたね。まあ、利潤というのは、この場合、この、利潤率、最も厳密な定義は、1の投下資本から年々永久に得ることができる、所得っていうかね、収入。それが利潤率と、いうことだったと、いうことだったわけなんですけれども、こういう全部消耗してしまうと、いうようなケースの場合ですけれども、こういうケースの場合は、つまりね、年々こう、生産して売り上げがあるけれども、そのうち、生産手段とかの、コストのために投入した部分で引いた残りですね。でそれが利潤だったということですね。で、それで、今、
これはリージョンというのは厳密に言うと年間のリージョンなんですが、ある1期間の間っていうフローラルですね、なんですけれども、今のケース、オキシオチクセギロンのモデルですが、簡単化してですね、生産期間は1期と、生産にかかる、期間は1期、生産手段は、その1期で、全部消耗すると、そういうふうに、まあ、仮定するということにしましょう。というわけで、回転数が1回なわけですね。年あたりの。という、まあ、単純化を、すると、いうことにすると、今の場合どうなるか、ということですね。というところで、まず、記号の定義を、しなければいけないわけなんですが、もう皆さん、すでに、慣れてしまっていると思いますが、価格を P で表します、ということですね。価格を P で表しますと、まあ第1部門の、1単位あたりの価格は P1 ですよと、第2部門の生産物消費財の1単位あたりの値段は P2 ですよと、これが、まあ生産手段の価格、消費財の価格です。で、それから、貨幣賃金率は W で表しますよと、こんな風に表すことにします。で、その時に、利潤率がどのように定義されるかと、定式化できるかと、いうことですけれども、第一部門、要するに生産手段部門ですが、生産手段部門の利潤率をちょっと見ていきますね。これは R1 というふうに、しますとですね、この R1 はどうなるかということなんですが、こんなふうに考えられますということですね。これが、賃金を前払いを仮定する場合と、賃金後払いを仮定する場合で違ってくる、いうことなんですけれども、賃金前払いを仮定するとどうなるかというと、まず投下資本ですけれども、今のケースだったら、先立って、原材料とかそのコストにかかるものを、投下しますということなんですが、賃金前払いの場合は、そこの中に、賃金が入ってくると、いうことです。なので、製品一単位あたり、生産手段を A1 買いますと。で、その生産手段 A1 の、一単位あたりの価格が P1 ですから、P1A1、生産一単位あたり P1A1 の生産手段を、投下します。で、それに、生産一単位あたり労働をタウ1に雇うんですが、これに、一単位あたり W の賃金がかかりますので、掛け算して W タウ1の、まあ、賃金費用がかかりますね。で、これ一単位あたりなんで、これに X1、生産量である X1 をかけると、投下された資本の総量が出てきます。で、それで、分子に利潤が来るんですが、利潤というのは売上から費を引いたものということで、売上がどんだけかというと、生産されるのが X1 ですね。生産された量が X1 で、一単位あたり P1 で売れますので、PHX1 ですね。これだけの売上がありますよと。で、そこから、費用を引きますということなんですが、費用はこれそのものですよね。これそのもの。これが、第一部門の利潤率ということになります。賃金前払いの場合は、こうやって、ここに賃金が分母に入ってくるということですね。ちなみに言うとですね、これは回転期間が、1期だと、いうことで、1年に1回だけ回転するという話ですけれども、例えば、半年で1回転すると。だから1年に2回転回転するというような場合には、これ2回これが出てくるんで、ここは2倍されるんですね。だけども、分母は、年頭に1回、投下したのが、また回収されて、また再投下されるっていう話なんで、投下されている資本というのは、
これだけということですね。これはストック量ですから、これだけになりますので、分子だけ2倍にされると、いうことです。年に N 回回転するときには分子だけ N かけるということですね。まあ、この場合、過程が、生産期間は1期で1回転だけしますということなので、まあ、こうなっているということです。はい。で、賃金前払いはこうだ。で、賃金後払いはどうなるかというと、R1 は、今度は、分母のところに、賃金が入ってこないんですね。賃金は生産されて売れた中から、払われますよと、いうことなんで、前もって払わないと。いうのが賃金後払いの過程なので分母に出てこない。だから分母に出てくるのは、P1A1 かける X1 生産手段の、投入額だけです。で、しかし分子は利潤ですから同じもんですね。こういうふうになります。そしたらまあそれぞれですね、まあちょっとこれを展開していくことにしますね。R1 イコールですが、分母と分子で X1 がこれ消えます。X1 で約分できますので、この X1 はなくなります。ということで、分母が P1A1 プラス W タウ1。分子が P1 引く P1A1 足す W タウ1。こういうふうになりますね。それで、分母をこのようですね、両辺にかけると、いうことで、R1 かける P1A1 足す W タウ1が、イコール P1 引く、P1A1 足す W タウ1。こういうふうになります。ね。そうするとですね、これをこっちに持ってくるんですけどね、これをこっちに持ってきて、まあ、右辺と左辺と、ちょっとひっくり返すと、いうふうにするとですね、P1 イコールですよね。P1 イコール。このマイナスのところをこっちに持っていったら、プラスがつきますから、P1A1 プラス W タウ1、プラス R かけるP1A1 足す W タウ1。こういうふうになります。これはまあ、これとこれをひとまとめのものというふうに見て、同じものがこう掛け算されているので、これをくくってカッコの外に出すという、操作をしますと、P1 イコール、あ、これ R1 ですね。すいません。P1 イコール、1プラス R1 のP1A1 プラス W タウ1。こんな風になります。で、一方で、賃金後払いにするとどうなるかっていうと、賃金後払いの時は R1 は、これが、やはり、X1 が分母と分子で約分されると、いうことになりまして、P1A1 分のP1 引く P1A1 足す W タウ1。こんな風になります。で、これも P1A1 を両辺にかけておくと、R1 かける P1A1 ですね。こんな風になります。P1 イコールに直すと、これこっちに持っていきますから、R1PHA1 足す PHA1 足す W タウ1。マイナスがプラスになりますから、こんな風になります。はい。で、これで、こことここに同じものがあるので、くくって外に出すと。そうすると、PH イコール1プラス R1 の PHA1 プラス W タウ1。こんな風になります。はい。まあ、こんな風に、まあ、ちょっと定式化の仕方が変わってくるんですが、第二部門についても同じ。第二部門の利潤率 R2 とするとですね、
賃金前払いは R2 イコール、投下されるのがあの費用の全額ですから、一体あたり A2 の生産手段を投入して、その生産手段の価格が P1 ですね。P1A2 プラス W タウ1タウ2、P1A2 プラス W タウ2というのが1個あたりの、コストであって、でそれを X に生産しますよと。でこれだけ、投下して得られる利潤が、P2X に収入が入ってきますと。でそこから同じものを引くと。P1A2 プラス W タウ2かける X に引きますよと。ね、いうことなんで、この X2 をこう、やはり割り算できると。いうことで、全く同じ操作が、できますね。これ両辺に、分母、これをかけると、いうことですね。で、この P1A2 プラス W タウ2で、くくってやると、いうことをすると、結局、P2 イコール、1プラス R2 かける、P1A2 プラス W タウ2と、いうことになる。賃金後払いの場合は、R2 は、P1A2、一旦あたり、生産一旦あたり P1A2 の生産手段を投入しますと。生産手段の金額ですね。投入しますと。で、それを X に作りますよと。まあ、A2X2 を先に考えてもいいですが、製品一旦あたり A2 の生産手段を投入して、それを、X に生産するから、生産手段の投入量は A2X2 という生産手段を投入しますよと。で、それの金額は P1 かけてやると。いうことで、生産手段の投入金額。で、それで、分子はこっちと同じですね、利潤。P2X2 引く。P1A2 プラス W タウ 2X2 と、これも X2 でこう割ってやると。で、そうするとですね、これもやはり同じように計算して、P2 イコール1プラス R2 で、P1A2 プラス W タウ2と、こういうことになります。改めて書いておくと、賃金前払いの場合は、P1 イコール1プラス R1、P1A1 プラス W タウ1、 P2 イコール1プラス R2、P1A2 プラス W タウ2、こんな風になる。賃金後払いの場合、P1 イコール1プラス R1 の P1A1 プラス W タウ 1、 P2 イコール1プラス R2 の P1A2 プラス W タウ、こういうふうになります。はい。で、ここで、ここでですね、その両部門の利潤率に差があると、まあ、それは一般的にはどの時点を取ってみても差というものはあるものなんですが、もし R1 が R2 よりも大きい、第1部門の方が第2部門よりも、利潤率が高いと、いうふうになるとですね、どうなるかと、言うと生産手段部門で資本参入が起こると、で第2部門からは資本が出ていくということですね、ということで第1部門から 第2部門から第1部門に資本移動が起こると、そこでどうなるかというと第1部門の供給増ですね、第2部門の供給減ということになる。で、そうすると、第一門が供給が増えるわけですから、第一門の、価格が下がると。で、第二門の供給が減って、第二門の価格が上がる。
第一部門では価格が下がるから利潤率は低下する。第二部門では価格が上がるから利潤率は、上がるということになって、 R1 の方が R2 よりも、高かったら高い方は下がる、低い方は上がると。逆にですね、R2 の方が R1 よりも高い、消費財部門の方が生産手段部門より高いと、まあ、そういうふうになると、第一部門から第二部門に、資本移動すると、資本移動をしてきた、その参入が増えたというところの第二部門は供給が増えると、第一部門は供給が減ると。例えばタピオカミルク儲かるからタピオカミルク屋さんがいっぱいできるみたいな話で、ね、ただまあ価格が下がりますよ、ね、儲からないねっていう話になってくるということですね。P2 の価格は下がる、 P2 は下がる、 P1 は上がるということになって、 R2 が下がって R1 が上がるということですね。長期平均的には R1 と R2 は等しいというふうになりますよと、こうなったやつね、まあこれを、これを均等利潤率というわけね。均等利潤率が成り立った時の価格体系を考えていきます。で、まあこういうのをですね、生産価格っていうふうに、まあ、マルクスは資本論の第3巻で生産価格というふうに呼んでるんですね。カードなんかは自然価格と呼んでいたやつです。で、それの賃金、前払いのケースですが、結局、こういう体系ですね。P1 イコール、さっき1プラス R1 でしたけれども、均等で1プラス R ですね。1部門、2部門共通になっていると。1部門、2部門、利潤率が共通になってますので、これ同じ R ということです。で、さらに、この W っていうのが、P2 かける、ラージ R ですよと。この3本からなる体系ですね。これ、どんな体系になってるかということなんですが、まあ、例えばこれ P2 で割ってみると。P2 で割ってみると、まあ、これ P2 で割ったらラージ R になりますけどね。P2 分の W っていうのはラージ R になりますが、で、P2 で割ってみたら、ここの P2 分の W というのはラージ R になるね。まあ、まあ、これ代入してから P2 で割ってもいいんですけどね。まあ、その方が楽ですかね。まあ、ちょっとやってみましょうか。これを代入すると。代入すると、P1 イコール1プラス R の、P1H プラス、P2R。タブ1 P2 イコール、1プラス R の、P1A2 プラス、P2R のタブ2、こういうふうになります。これを P2 で割ります。上の式も下の式も両方とも、右辺左辺、P2 で割ると、こうなりますね。 P2 分の P1 イコールプラス R の P1A1 プラス R タウ1で、次、1イコール1プラス R の P2 分の P1A2 プラス R タウ、こういうふうになります。で、ここでまあこういうA1 とか A2 とかタウ1とかタウ2とかっていう、まあ、技術的な係数以外の変数としては R というものがありますね。で、P2 分の P1 がありますね、ここに。で、ラージ R、実質値率があります。こういう3種類あるわけね。で、今式が2つありますので、これは、どんな関係になってるかというと、まあ、これは、まあ、例えば、
例えばあのマルクスなどのマルクスなどその他リカードとかね古典派ですね、その発想では、労働力の再生産水準でこのラージ R というのが決まるという話ですね。リカードなんかは生存維持的水準に決まるっていう話で、マルクスの場合は、マルクスの場合はなんかその時代その時代歴史的に決まったようなそういう水準があると、労働力の再生産水準、という話なので、労働力の再生産水準というもので、R が決まると。ということで、だから R というのは外性変数になるんですね。これ与えられるということになりますので、内性変数はこの均等利潤率とこの相対価格、2本の式から内性変数として決まるのが、P2 分の P1 と均等利潤率だという話です。でスラッファーなどはですね、現代的論者に多い、現代の論者に多い発想ではですね、この均等利潤率 R が外性変数、内性変数として、P2 分の P1 と実質賃金率が決まると。実質賃金率というのも今あの消費財が1個しかないからまあこんな風に書けますけど、まあ財が2個も3個も4個も5個もあったらですね、ね、あの一般的に N 個あったらですね、ちょっと話として変わってきて、内政変数として決まるのはどんなものですかって、どんな実質賃金率が内政変数として決まるかっていうのはちょっと問題なんですけどね。まあとりあえずあのこのモデルではちょっとそこのところは簡単化して、実質賃金率というのは1種類しかないと、いうことなんで、まあ、内政変数としてこれが決まると。こういう話ですね。で、まあ、あの、以降ではですね、まあ、主にマルクスの、あの、話をしますので、ラージ R が与えられたものとして、しばらくは話をしますけれどもね。で、まあ、こういう体系になってると。なんか、ここで決まるのは、あの、これ相対価格であるということも注意しておいてください。この体系そのものから絶対価格は決まらないということですね。だからこれに絶対価格を与えようとすると、例えば貨幣賃金率のなんかの一定のものとして与えますよということにして、したらまあ決まってくるということですけれども、 P1 とか P2 とかで、まあこのレベルではとりあえずこの絶対価格は決まらず相対価格が与えられるということです。はい。で、これがあの賃金前払いのケースですけれども、賃金後払いも同じことですね。まあ一応書いておくと、賃金後払いの場合はこうなります。まあスラッファーなどは賃金後払いでやってますけどね。まあこんな感じ。で、これも同じようにちょっと代入してやっていくとですね、ありまして、同じく P2 で割ると、いうふうにするとですね、で、前もちょっと、話したことがあると思うんですけれども、行列とかベクトルで、考えるときには、賃金後払いの方が圧倒的に楽なんですよ。で、ただ、こういう行列とかベクトルじゃなくて、まあ、中学校レベルの算数みたいにやるときには、賃金後払いにした方が、計算が楽になると、いうのがありまして、これも、実は、非常に簡単に解くことができるんですね。割と、比較的簡単に解くことができる。で、先ほど言いましたように、これは、R を外性として与えると、実質賃金率を外性として与えると、内性変数として、均等利潤率と P2 分の P1 が出ると。で、均等利潤率を外性変数として与えると、内性変数として、P2 分の P1 と、実質賃金率 R が出てくるという、まあ、こういうシステムになっているわけなんですけどね。とりあえずですね、まあ、マルクスとかに習って、
実質賃金率を概算として、まあ、ちょっと考えてみましょうと、いうふうにするとですね、どんなことが言えるかというと、まあ、これですね、これ、まあ、これ例えば1、2としておきましょうか。先に錦をちょっと変形しますね。錦を変形してですね、1プラス R の、P2 分の P1 の A2 イコールこういう形にするとこれ1マイナス R タウ2ですね。でここに両辺に両辺にですね A2 分の A1 をかけるんですね。でそうするとこれ A2 分の A1 かけるんでここの A2 のとこが A1 になる、こういうふうになるんですね。でこれを1に代入するんですね。1に代入するとこの部分がこれがですねここにあるんですね。この部分にそっくり入るんですね、これが、ということになりまして、P2 分の P1 イコール、1マイナス R タウ21マイナス R タウ2 A2 分の A1 でプラス、R タウ1というふうにまあ出てきます。ということでちょっと簡単に解けるんですね。賃金前払いのケースはこんなに簡単にはいかないです。二次式になりますね。はい、なのでもっと、計算が複雑になるんですけれども、賃金後払いにするとこんな感じで P2 分の P1 というのが、まあ、簡単にこう、まあ簡単にこのね、まあ、R に関して言うと一次式で出てくると、いうことです。はい、まあ、生産価格、均等利潤率と生産価格ですね。均等利潤率ってマルクスの用語は平均利潤率ですが、資本論では平均利潤率という言葉です。と生産価格ですね。資本論第3巻で、これやってますけれども、次のような命題を述べています。一つはですね、生産価格と投下労働価値についての関係ですね。直接間接の投下労働量ですね。まあマルクスは価値と呼んでいた投下労働価値の関係どんな関係か、まあ、一般には比例しないということですね。じゃあどうなるのかということなんですが、有機的構成という概念があるんですね。まあ後から言いますけれども、まあ機械化がどれぐらい進んでるかみたいなことの指標みたいな感じですね。その、有機的構成、高い部門の生産価格は、低い部門の生産価格と比べて、投下労働量の比よりも高く評価される
というのが小論の第3巻で言っている命題です。2番目ですが、実質賃金率が上がるとですね、均等利潤率は下がります。逆も言えると、実質賃金率が下がると均等利潤率は上がると。均等利潤率の方を外政変数と、こっちを内政変数として考えると、まあ逆に考えればよくて、均等利潤率が上がると実質賃金率は下がりますよと、均等利潤率が下がると実質賃金率は上がりますよという関係と、いうふうに言ってもいい。で、まあこういうことが言えますよと。で、3番目ですが、実質賃金率が上がるとですね、実質賃金率が上がると生産価格はどうなるか、まあ、例えば P2 分の P1 はどうなるか、上がるか下がるか。実質賃金率が上がると、有機的構成の有機的構成が高い部門の生産価格は低い部門の生産価格と比べて下がるとことが言えますよということです。このような命題を述べている。で、以下の、講義ではですね、それぞれ、確かめていきましょうという話になります。はい。